サニーサイドチャンネルのこっちゃんです。パパです。今日はあっちゃんの誕生日、イエーイ。10月5日はあっちゃんの誕生日です。はい、誕生日です。実は今あっちゃんはじいじとばあばのお家に遊びに行っていて、この飾り付けをされていることを知りません。知らないんだよね。そう、パパとママとこっちゃん3人で頑張って飾り付けました。結構すごくない？ね、かわいいよね。かわいい。これね、楽天で買ったんだけど、うん、セットで売ってるから、で、参考画像もあるし、おしゃれな感じにさ、やるの難しいじゃん、配置がね。難しい、こういうのね。そう、だけど結構わかりやすかったね。いいね。おすすめです。いい感じ。アナ雪好きの皆さん。この後、あっちゃんがもうすぐ帰ってくるんだけど、うん、はい。皆さんには先に教えておきます。これです。きっと喜ぶよね、これも。そう。中身はまだみんなにも内緒で、あっちゃんにも内緒。あっちゃんにも内緒。ちょっと予想してみてください。このプレゼントを渡してケーキもオーダーしたから、はい、ケーキを食べながら、うん、動画の後半にあっちゃんへの質問コーナーを、初めてだよね。あっちゃんだけっていうのは初めてだね。そう、やるのでみんなも楽しみにしててください。はい、はい、はい、じゃああっちゃんが帰ってくるのを待ちましょう。待ちますか。じゃあもう次の時は、うん、もうあっちゃんが登場するところからね。そうだね。レッツゴー。サニーサイドチャンネル。あっちゃん。おいで。おはよう。どう？あっちゃんね、帰ってくる車で寝ちゃったみたいで、一回お昼寝挟んだのでちょっと寝起きなんだよね。どうですか？どこに座りたいの？どこ座りたい？来てって。どこ行くの？どこどこ？アエルさんとこ行きたいんだ。そうだよね。エルサと一緒にいいな。せーの、あっちゃん誕生日おめでとう。あっちゃん3歳だよ。3歳恥ずかしいね。お誕生日ってことあんまり分かってなかった。あっちゃんが生まれた日なの、今日。だから今日はパパとママとネーネからあっちゃんにプレゼントがあります。欲しい？何かね、パパとママとネーネからプレゼントです。はい、じゃーん。手の中入ってるんだよ。開けてみて、開けてみて。うん、開けてみよう。引っかかってる。もっとあとでもいいんじゃない。こうギュッて。え？なんだろう。あっちゃんちのあとじゃない、これ。嘘。何？え？うわ！何それ？あっちゃんちのあとな。あっちゃん好きな何？あっちゃんちのこうやってあるやつじゃない？そうです。エリさんのドレスでーす。エリさんのドレスでーす。誰でも、でも。これは本物だよ。本物だよ。あちゃん、もう一個入ってるよ。なんだろうね。なんだろうね。じゃーん。すごい。すごい。開けてみよう。あちゃん、着てみたいら。着てみたい。着てみたいよね。脱いで、着てみて。ちょっと待ってよ、まだ。いいよ、開けていいよ。うわすごい。髪の毛つけるやつとかもついてるよ。見せて、何入ってたの？見て。え、何？反対だよ、それ。見せて。見せてあげて、みんなに。反対、それ。はい、じゃあ、みんなこっち向いて、一回。はい。あっちゃんはエルサ女王に変身してきます。はい。あっちゃん、行ってきますって。見てくれない。もう夢中だね。ね、じゃああっちゃん着替えてきます。はい、着替えます。
ちゃん着替えてきました。どうですかあっちゃん、エリサになっちゃった。すっごく似合ってる。髪の毛見せてあげて、後ろの。ほら髪の毛もついてたんだよ。めちゃくちゃ似合ってる。いらないんだ。今ね、邪魔って言ってね、下ろしたんだ。いらない、ごめんね。あっちゃん、あっちゃん、ママとパパとネーネからもう一つプレゼントがあります。はい、はい、それでは最後のプレゼント、てってでーん、じゃじゃーん。あっちゃん、あっちゃんどう？エリサのケーキ頼んでたんだよ。エリサのケーキ頼みました。今からこれを食べながら、あっちゃんにね、みんなが質問いっぱいね、送ってくれたの。それに答えていきましょう。どうする、あっちゃん、ドレスのまま食べる？エリサと一緒だもんね。かわいい、ね、ほら見て、みんなケーキがね、こんなにかわいい。エリサ、あっちゃん、エリサと一緒だよ。かわいいよね。あっちゃんいっぱい食べていいよ。じゃあこっからは、うん、あっちゃんが食べるから。そうだね、こっち向けさせてもらいますんで。ごめんなさい。はい、すいません。あっちゃん何食べるの？エルサを食べます。ケーキ食べてみます。水色だね、こっちゃん。続きます。でもさ、ほら食べたら、うん、みんなに見せれないよね。うん、いいよ。だからさ、ここから見せる。あー、うん、そうだね。甘い。甘い？美味しい。おお。どう？どう？ここにあっちゃん好きなイチゴもあるよ。うん、あっちゃん、じゃあそれちょっと。これ、エルサかわいい。すごい、綺麗に残ってる。でも、ベタベタ。あ、ベタベタ？ベタベタになっちゃうよね。あっちゃんベタベタが嫌いだから。あ、ここにあるよ。食べてみて。一緒。おいしい。はい、じゃあこんな感じでね、食べながら質問コーナーをやっていきたいと思います。そうだね。あっちゃんよろしくお願いします。はーい。はい、それでは3歳になったあっちゃんにケーキを食べながら質問コーナーしていきたいと思っていたのですが、あっちゃんもこの風船が嬉しいみたいで、うん、とりあえずケーキは後でみんなで食べたい。なので、じゃあちょっとね、風船の前でね、この風船の前でねしていきたいと思います。はい、お願いします。あっちゃんお願いします。はい。時々ね、インスタグラムの方でね、質問募集したりするので、ネーネーに来てほしい。じゃあネーネー来てもらおうか。時々ね、インスタグラムの方で質問募集したりするので、皆さん概要欄からぜひフォローしてください。はい、お願いします。それでは質問コーナー行きたいと思います。はい、行きます。好きな食べ物は何ですか？なんだっけ。何が好き？アサイ。アサイ。最近ね、ママと毎日食べてるよね、アサイ。超ヘルシー志向じゃん。クリスマスにサンタさんに何をお願いしますか？ナナちゃんとか何？ナナちゃん。エルサ。エルサの。うん。うん。ぬいぐるみ。ぬいぐるみね。欲しいんだ。でも、あ、ちょっと待って。エルサちゃん、おむつ切れちゃうから。ぬいぐるみが欲しいんだ。でも何？あっちゃんの好きな色は何色ですか？あっちゃん好きな色何色だって。エルサとオラフと。違う違う、色色色、何色？水色。変わってるわ。エルサの水色が好き。そうだね、エルサと同じ色だ。エルサのとこないかも。あ、じゃあねえの、どいてもらう。あっちゃん、みんながね、写真撮りたいんだって。スクショタイムお願いします。だって可愛い顔してこっちで。クニ。3歳だから。そう、あの質問でね、結構来てたのでスクショタイムください、うん、スクショタイムです。はい、こっち向いて、ピース。
こっちこっち。あっちこっち。パパとママはどっちが好きですか？パパ。やっちゃって。めちゃくちゃ嬉しい。パパの、パパの方が好きなの？じゃあ変顔してください。やだ。エルサ女王だもんね。じゃあ好きなお菓子は何ですか？グミと、うん、プリキュアのグミと、うん、グミと、そう、と、うん、エルサのケーキと、エルサのケーキと、うん、あとさ、うん、イチゴと、イチゴと、エルサと、エルサと、エルサの風船と。じゃあママの料理で好きなのは何ですか？ママのご飯。グラタンと、うん、グラタンね。あとさ、オムライスと、うん、オムライスとカレー。カレーね、美味しいよね、ママの。じゃああっちゃんが好きなキャラクターは誰ですか？マーメイド。全員今ずっこけたぜ。エルサと、うん、マーメイド。あ、そうなんだ。もう、なあなあ、もうやだ。やだね。じゃあ最後に元気な声で挨拶してほしいって。やっほー皆さんこんにちはって。できる？あとね、あっちゃんその質問の中に、うん、あっちゃんお誕生日おめでとうっていっぱいくれたよ。みんなにお礼言っとく？おぉエルサちゃんとありがとうって言わないと。ありがとう。たくさんのコメントとお祝いの言葉ありがとうございました。ありがとうございました。あと3歳のあっちゃんにはたくさんの質問に答えることはね、ちょっと難易度が。そうだね。高かったね。かなり来てたよね。これも、素のあっちゃんということで。はい。もう嫌な。もう疲れた？あっちゃんもたくさんの質問に答えてくれてありがとう。じゃあ終わりにしよっか。そうだね。あっちゃんおもちゃで遊ぼっか。せーの。バイバイ、また見てね、ハンネル登録。Ha ha ha ha!